経営データを任せろ。ポジションはタイプハーフです、ミッドホーリーホックの一員として、皆さんと戦えることをとても誇りに思います。少しでも早くチームの力になれるように頑張りますので、これからよろしくお願いします。まだここからね、明日の試合までに何が起こるか分からないです。今言われなかったメンバーも一回も、準備しました。もう明日の大分絶対取る、掴み取る、違う、もぎ取る。今からしっかりと準備して入っていかないと絶対取れない。明日やりますからね。今週の積み重ねを明日やってきたこと、そのための準備を今からしてください。お疲れ様です。それも全部強い心がないと意味ないし、強くならないし、そこをちょっと意識しながらゲーム進めていきましょう。監督が変わって2試合は緊張感がある試合ができるように有効だよって終わります。ただそこで俺たちが得たのは、この2試合、2試合勝ちって勝ち点を得ただけではなくて、やればできるんだとか、あ、こういう試合の入りしたらやれるんだとかね、この1試合、先週もそんな話をしたけど、1試合の思いでも大事にしてやれば息が出るんだっていうところも得たと思うので、そういうのをもしまた薄れてるんであれば、キックオフまでに全員で高めていきたいし、これを自分たちのものにしていきたいなと思います。その成功体験を得たみんなのことを分かってますから、メンバーになってもそれは継続して発信していこう。 OK、 じゃあ今日は、自分が大学時代にお世話になった時の監督が言ってた意識的だという言葉を紹介したいと思うんですけど、信頼こそ最高の戦術であるっていう言葉で、そういう意味はそのままなんですけど、みんなが自分自身信じて、仲間信じてやっていくことが勝利につながると思うし、今日も劣勢で厳しい時間あると思うんですけど、そういう時にみんなで認め合わせてリアクションしてやっていくことが大事だと思うので、それを今日の日では意識してやっていきましょうというのと、今日早田のデビュー戦ということで、最高の記憶にしてあげられるように全員でまずはここからやっていきましょう。試合行こう。さあ、本当の時には
の暴力、青木瀬さんが現地に登場しました。そしてたくさんのハイタッチサポーターのハイタッチとしても登場となります。お聞きください。よろしくお願いします。はい、できる。緊張すんな。おい、簡単とこなすなって言ってるやん。すかすな、お前。出して。おい、出して。トレーニングから何のためにやってる？グラウンド表現するために。で、今日言ってターネットをもぎ取るんだよ、みんなで。で、山田君前回言ってる、入りからハイテンション、ハイインテンシティ。自分たちが常に仕掛けろ。で、アウトかけまくる。やることやりまくる。そして、ケーズスターを沸かせろ。絶対サポーターが後押ししてくれるから。OK。入りから表現するように。自分を信じて、仲間を信じて、チームを信じて、行くぞ、最高！じゃあ行こう行こう行こう、やるよ！さあ、強く強く！よし、みんないいよ、終了！ハイテンション、ハイインテンシティ、ピッチ出そう。そして、これから一つ、もう心の中に自分に解いてほしい。ネガティブな感情を持ってるやつ、一人もいないよね。ピッチ出たら、自分から行動して、手を取りに行くんだよ。サーテンション、もぎ取るよ。勝負だよ、勝負だよ、もう上げな。めっちゃ違う。
喋りかけてますもんね、さあここは捨てるまま倒れたどうだ PK ウツボトーキーパーキーパーはファーサイドに流れているさあ荒井シュートいったうもう一回落ち合いアウトで出して乗せの落としリガシュートーセーブそれでは皆様にお願いします。これからの皆様スタジアムで行きます。次回の動画でバイバーイ。